どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、トマボーシンクロ紹介していきたいと思います。このデッキなんですけれども、基本自分の力で戦うっていうよりも、相手の力を使って戦っていきます。どういうことかっていうと、このトマボーなんですけど、要は戦闘破壊されて墓地を送られたデッキからトマボー2体まで特殊召喚できるんですよ。だからそれで召喚していくのは、プチトマドボーとか、普通のトマボーとかなんですけど、こいつ、ターン1制限ないよね。例えばプチトマボーやられる、プチトマボー2体出てくる、でもう一回プチトマボーやられる、じゃあトマボーが出てくるみたいな、まあそんな感じになるのでめっちゃ場持ちいいよね。でさらにこいつ、この3体とこのジャンクシンクロの3体を召喚すれば墓地より芽吹くものでダークバージャーが湧いてくるんですよ。でそうやって どんどん横展開できるよね、場持ちよくて。じゃあどうするかっていうと、それをエネコン使ってリリース素材にして相手モンスターパクって、そのまま殴ったりとか、あとウィッチレイドでそのコストにしたりとか、ダブルマジックアンバインド使ってもう2体ともパクったりとか、まあ、そういうことしながら戦っていきます。だから横展開しやすいようにカナディア、こいつは結局なんて言うんだろう、墓地に行ったらモンスター扱いなよね、トラップ発生すると。でそこでトラップでクリチェがいいから銀幕優先的に採用してます。まあなんて言うんだろう、ウェイドじゃないレイドとも相性いいしね。で、銀幕で、さらにカーソーブスタチュー、こいつはまあ普通にカナディアとの相性もいいっていうところと、あと横に展開できるっていうところがすごくいいので、こいつ入れてます。でじゃあまあどんな感じの動きをするかっていうのをね、どんどん寝取っていって、対戦していくので見ていただきたいと思います。それではどうぞ。では、VS マスクの試合を解説していきます。マスクなんですけど、普通あいつらガンガンワンキル狙ってくるじゃないですか。でも今回は、ワンキルに耐えることができます。でどういう風に耐えていくかっていうと、まあモンスターですよね。でまずこうやって、ジャンクシンクロンでトマボを引いてない時はこんな感じの動きになります。アルマですっていうね、まあ、普通に強い。で相手がこういう風になってくるんですけど、三不正ですね。でターン変えてきます。でこのターンでいきなり砂塵、使われました。でさらに小ずさいも使ってきました。まあ言うて何回か対戦してたから、あのトンちゃんとは。でまあ若干デッキバレしてるっていうのが寒いところなんやけど、まあ、こんな感じになるのよね。でこのタイミングでカナディアさらに使われちゃうと。でカナディア沸かす意味あんまないかなと思って今回は沸かしませんでした。まあ沸かしてもよかったんだけどね。でここ潰されます。でその後マスクチェンジをしてここ、潰されます。でプチトマボーなんで、2体デッキから出すことができます。プチトマボーがねポンポーンって出てきます、こうやってね。でさらにあいつが、まあ、アンキがマスクチェンジを手札に加えて、速攻魔法発動って言ってくるんですけれども、このプチトマボーがめちゃくちゃ優秀な壁なんよね。だこいつターン1制限ないからトマボーが次出てくるっていう。だからトマボーもう一体あったらトマボーとかになってたから、そっちでも全然いいかもしれん。で、こうやってエネコンと。でほんまはウィッチレイドのアドバンスにしようと思ったんですけど、ずっとラグなくてエネコン使った瞬間だけラグ出たんよ。ってことは小ずさいとか砂塵のようなバック干渉です。だからこのまま殴りましたという風な感じになります。はい、それではやっていきます。ですね、まずここはプチトマボー入りできるのがめちゃくちゃ強い。プチトマボーからのカナディア、ダブルマジックアンバインドを伏せるみたいな感じですね。で相手は、デュアルだったかな、まあ、なんかそんなんですね。でここ破壊されたので、プチトマボーの効果で2体展開します。でトマボーと、プチトマボーと、ここアルマデスになってもよかったんですけど、まあダブルマジックアンバインドあったし、まあそこまで別にデッキバレしてないかなと思って、ダブルマジックアンバインドって結構意外じゃないですか。だからこのまま単回したんですけど、まあ普通に殴られちゃうっていうね。だからプチトマボーが、プチプチーって言って呼んでくると。でこれでプチトマボー全部剥いた感じかなと。で横展開ちょっと待ったんだけど、横展開一個にしてくれないんで、そうなれば話は違うと。ここでね、カナディア使うと。でシンクロします。アルマです、これ強いよね。で、殴りに行くんですけど、まあここカナディア使われちゃうんで、でカナディアを連動して沸かしていくという風な感じになります。じゃあギガプラント出てきました。でまあさすがに三伏怖いよね、普通に相手からしても。で、やらんかったんですけど、シンクロしていきまーす。だってもう殴ってくんないもん。そりゃシンクロするわ。俺悪くないわ。で、さっきみたいにカナディアをシンクロ素材にできるから、そこめっちゃ相性いいよね。で、今、アルマデス攻撃するときに、相手はモンスター効果、魔法トラップ使えないので、カナディアとか効くっていう。これ、フィニッシュのときにめちゃくちゃ役立つんで、今の、見といてくださいね。見といてくださいっていうか、覚えといてくださいっていうか、まあ知ってるかっていう感じなんですけどね。で、まあカナディアを、相手の正となるケットにチェーンして沸かしてくると。これで、まあ、ダブルマジックアンバインドの素材にがさらに新たに生成されるという感じです。でさらにやっとよ、もう俺どんだけ待ったか。
やっとギガプラントを縦に並べてきてくれたんで、こっからです。じゃあアルマデス攻撃、この時です。この時アルマデスの効果、攻撃時にダブルマジックアンバインド使います。でアルマデス攻撃時は魔法トラップモンスター効果使いません。例えばそれがウィズだったりとか、まあそういうのカウンタートラップとかも全部そうなんですけど、こいつのせいで何も使えないよね相手は。じゃあこのダブルマジックアンバインド 100% 通るよ。で相手残りライフ1700だよね。はい、じゃあどうなるか。ちなみにクリボールも使えません。こんな感じになります。これが、めちゃくちゃ相性いいっす、アルマデスとも。アンバインドめっちゃ強いっす。はい、でやっていきましょう。相手確か対面バンプだったはずです。で、ここはプチトマボー入りできなかったとき、ジャンクシンクロ入りできなかったときなんですけど、こいつがね、やっぱ相性いいよね。何が相性いいって、まあ、相手のモンスターの攻撃を一回防ぐことができるんよ。だから、場持ちがいいっていうところがいいかなと思います。まあ、こいつ防御札代わりでもあるよね。何気に、トラップとかがいっぱい増えていくと、防御札伏せる枠ねえみたいな感じになったりするんですけど、こいつ、クリボールじゃないけど、疑似的クリボール搭載型なんで。で、カナディア使って、ここ処理していきます。まあ、エネコン正直使いたかったんよ。ここ、シフト使ってきた時に、カナディア沸かせます。こうやって、はい、2体できました。これ、相手もし投げてこなかったら、次シンクロして、アルバです。みたいな感じもできます。この辺強いっす。で、剣族で領域取ってこられまーす。で、こっからなんですけど、どうだったっけな、確かデスサムライからかな。あ、サムライだわ。サムライでこいつ落として、使い魔効果使って、サーチしてきて、グレイスと。で、領域使って、グレイス出してきます。イメージはよ、イメージは、まずここでエネコンでグレイスパクります。で、その後、ダブルマジックアンバインドで処理しますみたいなこと考えてたんだけど、まさかのエネコン。これは予想外。マジ無理。怖い。で、カナディア落とされました。まあ、トラップ大体指定してくるよね。で、銀幕チェーンで、ここ銀幕破壊をね、狙われたんで、そこチェーンで、盾出します。で、2体並んだんで、バトルフェーズに、ダブルマジックアンバインド発動。で、2体を寝取っていくと。で、この2体寝取ったやつをそのまま返したくないです。だからこそウィッチレード入れたりとかするんだけど、ここでプチトマボーです。こういう風にシンクロできます。だからシンクロできるように5678だったっけなとかなんか入れたはず。とまあね、アキサのムービーも入った、ムービーってかカットインも入ったところで、殴っていきます。これで、相手銀幕だったので、殴り切って勝ちです。ありがとうございました。こんな感じの戦い方をしていきます。じゃあですよ、ダブルマジックアンバインドが読まれ出したらどうしたらいいのか。じゃあ一気に戦力ダウンするんですかっていう話ですよ。しないんですよね。で、相手次ブルーアイズとの戦いを見ていっていただきたいと思います。ちなみにこの試合をルームでやった時に確か12勝1敗だったっていうね、このトマボーシンクロ。まあ、ネタデッキなんだけど、相手が対処方法とかわからなかったら割と勝ち越せます。で、しょっぱいのはダブルマジックアンバインドパクられることなんよ。これ言うて場持ちするからね。だからダブルマジックアンバインド2体並んで後に伏せたいです。でないと霊竜とか、ブレイカーとかあの辺につつかれたらめちゃくちゃしょっぱいんで、これで、こいつは手札に残しときます。で、殴ってくれまーす。きます。で、こここうなったらじゃあ相手はダブルマジックアンバインド警戒するよねって。2体並べれないよね。じゃあエネコンです自分エネコンいいっすかってやります。はい、こんな感じで、フィニッシュになります。で、次もう1体出てきたらカースオブスタチューからのダブルマジックアンバインドでパクるという風な感じになっておりました。はい、では芽吹くものミラーですね。ハンドとしても普通にいいです。で、ブレイカーなんで、さすがにこのブレイカーは許せない。で、じゃあそうした時にどうするかっていうと、めっちゃ強いのがエネコンなんよね。先にここちょっと伏せて、相手のチェーンあるかどうか確認しました。何もラグなかったよ、ドローの時に。だから、カナディあるかどうか知りたかったね。で、こうすると、こうパクると。じゃあ、ブレイカーで割ると。このエネコンだけで、めちゃくちゃアド取るっていうね。で、ダブルマジックアンバインドと分断の壁あるから、まあ、もうこれを一気に2枚処理するのは無理やろっていうスタンがね。っていう感じだったんで、こうしました。ライフ取り切ることできないね。これ逆抜かれたとしても。じゃあ分断を、使います。で、ライフ取って、で、相手1枚じゃないですか。二伏せをエネコンと相手のブレイカーを使って剥がしていくというプレイングです。
ダークバージョン出して、ちなみにこのタイミングでラグなかったんで攻撃反応だったと思います、後ろは。で、アルマデスは攻撃反応効かないんで勝ちという風な感じの動きをしていきます。エネコンダブルマジックアンバイドめちゃくちゃ相性いいです。はい、ではやっていきましょう。うーむ、これは術中ハックヴァンパイアじゃないでしょうか。ということで2枚伏せてターンエンド。エネコンあんま伏せたくないけどしょうがない、これはしょうがない。ヴァンパイア、まあしゃあないね。これはじゃあ、ダブルマジックアンバインド欲しかったな。じゃあめっちゃカモやのに、これ殴ってもらって横展開してるところをパンパンパン、アンバインドパンだったんだけどな、しゃあないね。お、1伏せ、2伏せ、2伏せ、2伏せか。オッケー、プチトマボーが破壊された時、シュンシュン、2体のプチトマボーをデッキより特殊召喚。さあ、こっからですよ、楽しいデュエルはね。ドロー、オッケー、オッケーオッケー。あれシフト混じってるかな。いや、シフト混じってないやろ。とりあえずカナディアセットの、エネミーコントローラーを発動、左右 A、B、 パクりまーす。あ、シフト混じってた。うん、オッケー。この後ラグんないな。あれブラフかな。いや、ここラグる、ラグ入る、オッケー、ラグはオッケー、いい。グレイス来る。で、ちょっとここ立ててみて、ラグ見るわ。ラグないね。ブラフか分断か。プチトマボーとデスサムライをリリースし、シンクロ召喚、グラビティウォーリアーで、グラビティウォーリアーは相手の、表側表示の数のモンスター数 ×300 の攻撃力アップ。さらにジャンクシンクロン召喚、スタダー、いや、スタダーにする意味ねえな。普通にダークバージョン出してだな、うん、でアルマです。ジャンクシンクロンとダークバージョンをチューニングし、アルマです、じゃーん。そしてバトル、グラビティウォーリアで攻撃、お、マジ、アルマですで攻撃、さらにドラップカード発動、カースオブスタチュー追撃だ、カッ、ブラフだった、ありがとうございました。もう力に、まあトマボーシンクロでね遊んでいきます。うーん、全然トマボー要素ない。じゃあジャンクシンクロンを召喚、ジャンクシンクロンがね召喚したことによってダークバージョンを墓地より釣り上げると。で、さらにいつもの流れですよ、アルマデスをシンクロ召喚、はい、強い、ガンダマも諦めた、強い構築、とりあえずボショバンプでいいんじゃないですか。で、2枚伏せてターンエンド。なんでしょうね、戦士だけど、これワイルドマンだとかだったらちょっとあれだけど、小ズサイ、マジ、しかもなんかもう1枚なんかそこも持ってるっぽいね。今小ズサイの後に、はい、小ズサイ、はい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 、暴れ、いや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 、なんやねん、クーガか、いや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 、マジかよ。いや頼む、次ちょ、アンバインド、アンバインドくれ、俺にアンバインドくれ。ゾネスだとアルマデス1体で勝てないんですけど、何か、あ、どういうことですか。アルマデス1体出てきちゃったら勝てなくなっちゃうってこと。モンスターを特殊召喚、え、ダイナ、え、ダイナどこ、え、ダイナは、頼むぜ、おいふざけんなよ、なんだよこれ俺もう効果使えんやん、いやー
あ、カナディア？おっと。3枚目のカナディア。偶然にも3枚目のカナディア。あー、さくらさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。は？マジかよ。なんでなんだよ。完璧かよ。はあ。俺に喧嘩売るなんだ。